こんにちは、ダイスです。今回は、ブルーベリー図鑑埋めるのを進めていこうと思います。現在ですね、199まで来ました。残りがあと1体入れると200匹っていう感じになってきました。結構ですね、御三家系で終わってる子とか終わってない子とかいる状態に今なってるんですけど、まあポケモンホームとか経営でもともと連れてきてたっていう子も今回なんかねいるかなと思って連れてきた子もいる状態で、はい。そして、4655BP 今溜まってるので、このブルーベリーポイントを使って環境整備を進めて図鑑の200匹目を埋めていこうと思います。で、今回の環境整備に関してなんですけど、出てくるこの御三家たち、図鑑の番号で言うと164からが御三家になってるんですけど、歴代御三家たちでいない子をですねやっていきたいですよね。あ、でもなんか進化させればいけるようになってるかも。お、ということはちょっと進化させましょう。不思議なね、進化でいけそうですね。ちょ、この前ですね、図鑑の登録のためにポケモンたちを通信交換してたんですよね。で、その状態に今なってるので、それをはい終わらせて、じゃあ御三家を一体進化させてみますか。やってみた感じなんですけど、今回ですねポケモンホームに過去の御三家いるよっていう方はもうですね御三家連れてきて埋めた方が絶対早いですね。絶対早いっていうことが分かりました。そう、どう考えてもですね、ソロで遊んでて 3000BP が4箇所だと 12000必要になっちゃうんですけど、相当時間がかかるので、ゆっくりゆっくりやるよっていう方だったらそれでもいいですし、先にね図鑑だけ埋めてしまってゆっくり BP を貯めて、でエリアの開放環境整備を進めてから、その後ブルーベリー図鑑の中に出てくるこの御三家たち、多分違う地方で出会った御三家になってる子を使うってなっても、まあ、図鑑自体はいいんですけど、ここにね出てくる御三家で揃えたいなっていう方は後でもねできますので、それはね人それぞれって感じですね。はい、これが不思議草の図鑑です。太陽の光を浴びるほど体に力が湧いて背中のつぼみが育っていくという感じで、1匹また埋められたのでこれで200になりましたね。あ、見てよかった。はい、これで200匹まで行きました。したらサザレさんのイベントが進められるので、サザレさんのところに移動しちゃいましょう。200匹集めたらまた顔出してねって言ってたはずなので進めてみたいと思います。御三家もね入手をしていかないと200匹まで手が届かないなんて、またよくできてるねサザレさん。何回かするかもしれないからレポート書きます。はい、不思議そう、ちょっと入っちゃってるけどいいかな。こんにちはササレさん、200匹行きました。お、もしかしてテラリウムドームで200種類もポケモン捕まえたんだ。やるね。うん、ポケモンホーム使ったけどね楽勝です。頑張りました、結構頑張りましたよ今回。えらいえらい頑張ったんだね若者よ。先に来てた私よりドームのポケモン詳しくなってそう。それではお約束のとっておきの情報を教えて信じよう。この写真見てごらんよ。ん？いや、めっちゃかっこいい子いる。あ、お？この子たち一部ではウガッツ・ホムラと出たタケルライコって呼ばれてる。謎の場所に謎のポケモン、本当だったらすごいよね。パルデア地方のどこからしいけど行ったことある？はいにしとこうか。有名な場所なのかな。今度私も行ってみたいな。ごめんなさい、きっと行けない。とはいえこのご時世フェイク写真かもしれないけどね。でも興味あったら行ってみて、謎のポケモン探すのも楽しそうじゃないかい。写真見返したかったらいつでも声かけてよ。いい調査結果を期待してるぞ。かわいい。何今のチラは。ササレさんかわいすぎる。
これでね、多分出会えるようになってると思うんですよね。じゃあ写真を見せてもらおう。見たくなりました。これが1枚目で、これが2枚目。1枚目どこかな、ちょっと見に行きましょう。これも捕まえたよっていう方もね、多いと思うんですけど、大穴の中なの分かるんですが、1枚目は滝の上ってどこの滝だろう。でも上層ですよね。中じゃないから第三観測ユニットのあたりに多分いるのと、もう一個がもっと上の滝かな。こっちから行けましたよね。こっちから行きたい。よしよし。そこをすると第一観測ユニットの上の方に行けるので、こっちから今回は探しに行ってみようと思います。これでもうストーリーでもここ行きましたね。落ちるんですよ。どうやって落ちてるか分かんないけど、きっとコライドンが連れてってくれてるんだと思います。よし、コライドンと一緒に滝を探しましょう。これ、ね、正面にも滝あるので、あそこかなって思ったんだけど、違うかな。そう、こっちにも滝あるんですよね。ほら、3箇所。だからもしかしたらこの滝なんじゃないかなと思ったんですけど、違うのかな。滝。こっち側は滝ないよね。滝が見えるとこでしょ。ちょっと探しに行ってみます。じゃあ1個目の滝のとこです。あ、ここでも飛べるんだ。うわー、なんか便利になって、すーごく便利になって、こっちとか来たことなかったですけど、あ、なんか落ちてますね。ほら、これなんだろう。流星群、今まで見つけてなかった。あれ、この辺ポケモン出てこないんですね。どこかちょっとわかんない。あ、え、待って、色違いいる。嘘。え、こんな出る？ここで私モルフォンめっちゃ色違い出るんですけど、なんでだろう。疲れてるのかな。私多分3体目とかですよ、モルフォン。なんか出やすい、あるんですかね、出やすさとか。色違い取っちゃった、びっくりした。はい、モルフォンです。ちょ違うよ。やりたいことはこの周りを探索する感じですよ。滝のところの近くを見たいっていうだけなんだけどな。この上はいけないですよね、さすがに。いけなさそうな感じがするけどね。いけなさそうですね。待って、道具とかある。お、来たことなかった。波動だはん。え、全然ここ来たことないんですけど、皆さんありますか。え、大穴の中ってこんなにいろいろ落ちてました。変わったのかな、前から来れましたっけ。全然行ったことなかったです。この辺来たことないところに今来ちゃってます。迷子になってないですかね。上はいけないよね。で、これが滝1個目だよね。1個目の滝は何もないかな。うわ、普通に取りそびれしてる。空を飛ぶって撮ってないんだけど、これ新しいです。空を飛ぶ、新しいはずなんだけど、いつ出てきたやつだろう。青の円盤なのか緑の仮面なのかちょっと分かんないですけど、使ったことなかったかな、空を飛ぶって。もう一個の滝は奥ん3箇所。あれ、
3箇所あります。1、2、3、あれ4箇所滝ある。ちょっととりあえず移動しますね。どこだろう。気合玉、これ下の方普段だったら歩いていくとこですよね。ないですよね。あの上の段も行けるんだ。ここが滝？滝。逆側飛んできました。モスノーいっぱいいますね。滝の脇って登れるのかな。途中でなんか登れなくなったりします。あ、行けるんだ。上段行けるのも知らなかったです。わあ、今までそんな私見れてないんだ、この辺。はい、何個目かな。いたー。わ、ほんと滝の上ですね。え、めちゃくちゃかっこいいんですけど、こっから見ても。何あれ、ほら、え、めっちゃかっこいい。何ですか、あのお尻のモフモフは。当たるともう始まっちゃうよね。うわ、かっこいい。ちょっと一緒に写真撮りたい。見つけました。位置はね、見れないんですよね。見れないけど、分かりやすいのあるかな。出てきたのがあそこです、この正面のところなので。なんか私の場合はこういう回り方で全部上の方飛んできちゃいました。多分飛行できるようになった後だったら飛んでくるの楽なんだと思います。で、怖いのでちょっとレポート書いて、この子たちで大丈夫かな。まあいいか、行ってしまおう。あ、こんな近くまで来れるんですね。うわ、かっこいい。大きい。大きいし、なんか猫みたいですね。そのやり方がめちゃくちゃでかくて入らないな。こっちですね。うわ、かっこいい。ということで、見つけたのでちょっと入手しましょう。こんにちは。あ、そのままなんだ。エンガルア。限定の。古代種って感じ。これなんでそんなあれなんだろう、頭のところ縦みたいになってるんだろう。ということで、ウガッツホムラです。これさ、クイックモール入ったら面白くないです。さすがにね、クイック入らないでしょ、さすがに。だよね、そうですよね。頑張ってやってみましょう。噴煙、ちょっと待って、抜群になってしまうんですが、奉仕寝てもらいます。これは嬉しいな。でもあれですよね、図鑑の登録4体、多分こういう感じで出会える古代種と、あと未来種かのパラドックスポケモンになってるはずなんですけど、どっちのソフトでも頑張んないとブルーベリー図鑑馬なんてことですよね。めちゃくちゃ大変じゃないですか。あ、目覚めるの早いね。キノブッサで行くのもちょっと辛そう。まあでもポイズンヒールだけかけさせてもらってればまだいけるのかな。ちなみに倒しちゃったら、なんかですね、ゲーム内で1日ぐらいかな、過ぎると出てくるらしいです。聞いた噂によると、復活もね、結構早めに設定されてるらしいので、倒しちゃったっていう方はもう一回やってみるのもいいんじゃないかなと思います。何タイプなんだろう。普通に峰打ち入るし、今一つってならないので、そこはちゃんと考えられてるタイプなんだね。炎とかなのかな。ホムラだし、炎単体、炎単体かな。噴煙しか打ってないよね。何タイプ、見た感じ、あー、かっこいいな。何それ、何それ、守りの体勢に入った。だって、いや、寝てもらうけど。なんだろう、
見た目だとなんとなくね、こう地面と炎みたいなイメージはするんだけど、色がねそうなってるからなのかな。はい、もう一、あとちょっと鉄っぽいのつけてるのも気になりますよね。鋼、ね、炎タイプ、いや何タイプだろう。毒直さなくていいんだよ、キノカサ、君は毒でヒールするんだよ。でもなんか自己ダメージ技なさそうなのでちょっと削りますね。うわー、これはまさかのドラゴン炎タイプですか。え、ドラゴンタイプ持ちってちょっと面白くないですか。普通に、え、ドラゴンタイプ入ってるのかな、そういうこと。ドラゴン、ドラゴンタイプ、え見た目がドラゴンタイプ入ってる今回ね全然調べてないんですよね。実は楽しみにしてたので特にね調べずに来ちゃったので、何タイプとかっていうのが分からず、あ、クリティカルだ。うわ、ハイパーになっちゃった。一回牽制でやっただけなのに違うボール入れたかった。もうしょうがないですね。ハイパーボールで入手になりました。はい、あ、ドラゴン炎なんだ。ウガツホムラパラドックスポケモン、目的報告はごくわずか、火柱を吹き暴れる姿の短い映像が存在する。映像、すごっ。ボックスに1回入れちゃいますね。変なところにちょっと努力値振りたくないので、ボックス入れは236なんだ。やっぱりあれですね、4体はパラドックスだね。これですね、4体パラドックスなんだ。あれでも3体だけだ、なんでだろう。テラパコス、あ、違う、238がない。やっぱ4体ですね。ウガツホムラかわいいな。はい、じゃあもう1体いきましょう。もう1体はね、多分ね、虹のかかってる位置にいたから、ここからだと多分あっちの下第三観測ユニットのね下だと思うんですよね。近くのはずなんですよね。虹かかってるのが見えてたので、どこから降りるのがいいんだろう。これが第一観測ユニットで、第二があって多分ね下の方に第三があるんですけど、第3に飛んだ方がいいかな。一回ちょっと第3飛びましょう。着地、第3に飛んでみます。多分ね第3からが近いと思う。私が覚えている感じだと、あ、ここじゃない、あの奥に虹があるのは第三観測ユニットの逆側かな。なんかね、川が流れてるところにね、虹があった気がするんですよね。違ったら本当にすいません。全く下調べしてなくて。もうね、捕まえてる方も多いと思うんですけど。全然調べてないので、なんともですが。虹がね、出るのがね、あるんですよね。どっちからかな。回れば多分いけるので、逆な気がするけど、こっち？うん、逆だね。逆側だと思う。多分、あー、いや、でも、ここから行けたかな。虹が出るやつがあるんですよ。やってしまった。ごめん、ベゼルさんたち。逃げていっちゃったよ。はい。こういうね、川がね、2箇所ぐらいあって、そこのね、奥が虹なはずなんですよね。ここかな？右手側奥、あ、いた、近かった。ここか、すっごいめちゃくちゃ近いですね。どうしよう、この写真撮りたい。何そのヒゲみたいなやつ、すごいこと、雲みたいですね。ね、雲になってる。すごい、雷
雷雲？え、首の周り雷雲ですか、これ。ぽいですよね。雷なんだ。ちょっと今のピノガスだと危ないので回復させます。あ、待って待って、回復の薬は使っちゃダメだ。よし、これでいけるかな。なんか必要ですよね、多分。ちょっとわかんないけど、何がいるかな。使う？エレキもね、今いるんですよね、実は。ちょどっかに、どっかに入れておこう。あ、モルフォンは、色違い。はい。でいいかな。たけるライコがどっか入っ、あ、いました、いました。ちょっとわかんないので、この辺に置いときましょう。ピノガッサだけでいけるのかな？ちょっと怖いですよね。大丈夫？まあでも回復させればいいかな。うん。しょうがないから、これでいきましょう。で、一回、レポートします。怖いので。はい。で、行ってみよう。わ、待って待って、行く前、やる前に、毛並みが、細かい。わーい。ゴルダックやめてよー。いける。多分ね、消えないはず、近くにいて。毛並みすごいですね、ほら。細かい毛になってるのがわかる。おー、ライゴー。すごい、モフモフしてるの。毛の波が。首を下げてほしい。ライコさん、首を下げてほしいです。さすがにクイックは入らないでしょと思いながらやっちゃいますよね。とりあえずそこからアプローチするの、すごい力でしたね。顔の上まで頑張って投げるんだ。人雷うまく決まらなかった。よかった。じゃあ寝てもらってちゃんと取っていきましょう。寝てもらいます。よしよし、寝たね。ね、何にも見えないんだけど。これなんか頭の上キリンの感じって言われてもちょっとわかんないですもんね。見えないんですけど、足元しか見えないんですけど、寂しい。寝てるか起きてるかすらもちょっと見えなくて寂しい。タケルライコちょっと寂しいな、これ。もうちょっと位置がね。いやでもあれですよ、体が大きいっていうのをこれでも分かりますよ。十分分かりますけど。寂しい。雨冷めましたね。ドラゴンハンマー近っ。画面が近い、画面が。よし、じゃあもう一回寝てもらいましょう。陣内はうまく決まらなかった。命中率低いけどめちゃくちゃ威力がある技なんでしょうね。はい、寝てもらってまたコツコツ峰打ちします。あと1回か2回ですね。もう1回だね。まだ寝てる。よしよし、目が覚めてないよ。はい、峰打ち。あ、目が覚めちゃった。ライジングボルト。お、口だけ見えたけど頭全部見たいのに。はい、もう一回寝てもらいます。最近ダンバルの捕獲してたので、これぐらいじゃもうくじけないですよ。もっと捕まえにくかったもん、さっきもね。ちょっとびっくりしましたね、あんなに捕まえやすかったのかな。パラドックスなんだけどな。一応これで峰打ち OK なんですけど、もう一回だけやっときますよ。一応寝てるね。よしよし、じゃあこれで投げます。何がいいかな。ヒールボールとかね、そういう不思議な個体は入れたくなるんですけど、これさ、水の中に生息しているとかじゃないよね。水のところにいるだけですよね。ヒールボールとか本当は入れたいんだけど、一回投げてみよっか。入らないとは思いつつ、入りにくいとは思いつつだよね。そうですよね、そう思いますよ。ヒールボールって入れにくいんですよね。どうしようかな。
やっぱもうしょうがないからお揃いにしようかな。さっきハイパーボール入れちゃったんで、今回もハイパーボールいいんで。はい、ありがとうございます。めっちゃ簡単だった。いや、どんだけ入手しづらいよダンバル君たちは。はい、という感じでタケルライコウ、パラドックスポケモン電気ドラゴンタイプ、体毛から放つ雷槌で辺りを焼き尽くすと言われている。詳しいことは分かっていない。顔が見えない。でもモフモフのそのあの口の周りのやつ触ったらビリビリしそうで、ちょっともふれない感じはしますよね。これで一応入手終わりましたね。で、手持ちに一回入れてからサザレさんのところにね、一度行ってみたいなと思います。これでどっちも入れられるので、サザレさんとこ戻りましょう。いるかどうかいないかどうかっていう話してましたよね。いやー嬉しい。できればね、もうちょっと早く入手したかったんですけど、いかんせん図鑑がね、入手するの難しいですよね、とかも。あとは多分図鑑の登録残り2体がバイオレット側だと思うので、バイオレット側でもね、入手進めていけるように図鑑の登録頑張ろうと思います。はい、っていうかね、まだね、あっちストーリー途中なんですよね。実はストーリー進めないと、11日に追加コンテンツのその後番外編ありますからね、そこまでにも進めたいと思います。こんにちは。あれ、そのポケモンはやっぱりありましたね、例の写真の本物のうがつほむらだ。頭の形すごいな。ですよね。その子噂では一兵するだけで大地からマグマが吹き出すんだって。え、危なくないですか。本当だったら大変だね。ってなわけで写真を1枚で、もう1体はこれもう1匹もいるかもね。続報期待してるぞ。あ、1回終わるんだね。でね、持ってるよもう一体。サザレさん、あれ、そのポケモンは例の写真の本物のタケルライコだ。首すごいな。こりゃ写真撮りにくそうだ。その子噂では首を一振りすれば黒雲が空を覆い落雷しまくりだって。すごい、なんか自然災害級なんだけど。本当だったら大変だね。てなわけで写真を1枚。本当だったらどうするんだろう。2匹とも見つけちゃったか。さすがだね。実は謎の写真気になって仕事に集中できなかったからちょっと助かっちゃったな。約束はしてなかったけど、これすっきりさせてくれたお礼、今回も奮発しちゃいます。コンペボールくれるんですか。やば、コンペボールもらいましたよ。コンペボールとは譲渡地方の虫取り大会で使われていた特別なボール。ずっと持ってよコンペボール。いやー、世界にはまだまだ知らないことばかりだね。大人になると子供の頃ほど全力で走っていけないからさ。私の分までまだ見ぬポケモン探して大冒険を楽しんでほしいな。さてと、それじゃそろそろ仕事に戻りますかな。え、ずっとサボってたんです。大丈夫。いや、仕事。ん、お仕事は。君と撮った暁の写真、ブレブレだけど気に入ってるんだ。あの夜の写真は全部私の大事な宝物だね。サザレさんも宝物を探しだったんだね。はい、もう一回。2回目。テラリウムドームってすごい。海の中にあるとは思えないや。雪山から少し歩けば南国なんて、写真素材撮れまくりだよ。ん、ちょっと3回目。これ何パターンあるんですかね。たまにはガーデンにも声かけてあげてよ。君の匂いを覚えてて気に入ってるみたいだからさ。わかりました、ガーデンもね。で、4回目サザレさん。テラリウムドームってすごい。あ、これぐらいなのかな。ちょっとなんか会話パターン3種類なのかがわかんないですけど、あ、3種類かもしれないですね。暁の写真の話は最初の1回だけなのかな。ガーディー、あ、サザレさんが後ろ下がった。ガーディー、かわいい。ガーディーに話しかけたら何かありますかね。
最近カメラアプリの機能いろいろ増えたよね。写真家としてはフィルターとか使いこなせた方がかっこいいかな。いや結構パターンありますねこれ。写真アプリ、いやテラリウムドームめちゃくちゃ言われてるはい、という感じで一応ですね、ササレさんイベントは今回で終わりになりそうな予感ですが、一応この後もあるかもしれないので逐一ですね遊びに行きたいなと思います。はい、という感じで私の図鑑は現在まだ終わってないんですけどね、202まで進みましたので終わりがね、242なのであと40匹になりました。で環境整備もね進めないと御三家系集められなかったりするので、また BP 集め頑張って進めようと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!